今回なかなか長くてね申し訳ないですが、これが最後の部分です。楽しみながらやってもらえたらなと思います。で、構造体をね、扱う部分ですけども、キャラクターの管理っていうのをね見ていきます。まあ、ちょっと実践的というかね、楽しみながらできるようにと思って用意したところですけども、RPG ゲームのね戦闘シーンみたいなものをねちょっとイメージした、形になってます。で、まず先に解説しましょうかね。ちょっとだから読み込む、インクルードするファイルもね多いですね。で、構造体として、戦闘シーンですので、味方のキャラクターだけじゃなくてね、相手のキャラクターも扱うようなね、もの、まあ、ここではステータスという名前でね作っています。で、キャラクターのね名前ですねとヒットポイント、で今コメントアウトしてますけどもね、マジックポイントも後々つけたいですね。で、オフェンス、デフェンス、これ攻撃力と守備力です。で、お金、ドラクエなんかもそうですけどもね、なぜか敵を倒したらお金がもらえちゃいますよね。カツアゲしてるような気がしますけども、まあまあそれの情報を入れる。だこれ敵にも使えますし、実は味方にも使えます。味方もね、それでお金を手に入れていきますので、実は同じ仕組みにね、変数保管できるようになってます。で、まずそのステータスでね、敵側のデータベースを作ってます。モンスターのデータでね配列変数にしています。で、まあこれ初期化の時の代入って形になりますね。2つ2体だけ敵を用意してますけども、1つ目の名前がスライムでね、ヒットポイントが10、オフェンス力1、デフェンス力1、弱っちいですねまあまあそんなもんですよね。で、マネー3ゴールドもらえると。で、2つ目の敵、いきなりラスボスですね。ヒットポイント999、オフェンス力、攻撃力100、守備力100、お金100、ちょっとお金少ない気もしますね。まあ、とりあえず2つのね、モンスターの、データをね、ここに用意しています。で、メッセージウィンドウも作れるようにここではしています。そこをね、80文字の枠を用意して、このプリントメッセージ呼び出したらね画面にメッセージ出るよというプログラムです。これこういう風にしておくとね、後でここの部分を作り変えていくと画面をかっちょよくすることができます。本体に手を加えなくていいんですね。本体側はもう全部ここのプリントメッセージ丸投げしていますので、枠をつけるとかね、なんかいろいろエフェクト効果つけたいとか言った時はこっちを変えればいいという、こういう感じでモジュール化していくっていうのがね、プログラムの面白いところです。実際 Windows なんかの OS なんかもそうでね、走ってるプログラム一緒だけどね、OS が変わっていくと Windows のデザイン変わっていくとかありますけども、あれも理屈上はね、これと一緒です。丸投げしてる形です。で、ここではまあ一番最低限のね、メッセージボックスということで、もうプリント F で画面に出すだけというふうになってます。ただ、プリント F でね、ガンガン出していくと、一瞬で終わっちゃいますので、ここでスリープ、これね、タイム関数ですね、タイム .h ってやつで使ってますけども、眠りなさいと。いや、まあ、要は、1秒間待ちなさいっていうね、ウェイトみたいな関数です。そういうのがこれです。だから1秒に1回メッセージが流れてく、まあ、ゆっくり出てく感じですね。この辺もだから、本当はね、ウィンドウ、メッセージウィンドウですね、枠を作ってね、その中でメッセージが流れていくとかみたいなのね、作っていくと、より RPG らしいものにね、変わっていきます。まあ、ちょっとそこは皆さんのね、創意工夫にお任せします。で、次は攻撃の関数ですね。攻撃したときにどう値が変化するか、何ポイントのダメージを相手に与えるかっていうのを計算する関数です。だからイントになっててね、戻り値がそれです。相手に与えたダメージ数を戻す形になってます。で、攻撃する方ですねの攻撃力、オフェンスパワーと攻撃を受ける方のキャラクターのね守備力、ディフェンスパワー、それをね使って、実際の攻撃にどんだけ、効果があったかっていうのを計算します。で、誰が誰に攻撃したかっていうのが欲しいので、それぞれの名前もね、入れれるようになってます。で、ここでは戻り値ね、アタックってやつですけども、そのアタックはね、もう単純です。攻撃力からね、受けた方の守備力ですね、引いた差がもう相手に与えるダメージだよと。
もう定数ですね、ゲーム的な面白さが何もありませんけども、実際のゲームだったらここがねもう少し揺らいだりしますよね。常に同じダメージじゃなくて、これを中心にしたね、例えば正規分布みたいな乱数を発生させる形に、ね、なってたりします。で、ディフェンス力の方がね、守備力の方が強かったらね、この値負になっちゃいます。でその場合相手回復してしまいますので、負の値になった場合はね、相手に与えるダメージはゼロにしましょうというのを入れています。で、また S プリント F ですね、このメッセージ関数にね代入してますけども、オフェンスネームの攻撃、開業してディフェンスネームに今のアタックのダメージを与えたと。で、それをね画面に表示させて、与えたダメージの数字をリターンで返すと、そんな形になってます。これ、主人公がねモンスター攻撃するときも使えますし、与えるのを逆にすればね、モンスターが主人公に攻撃するときにも使えます。同じ理屈でね攻撃、どっちも同じ、敵も味方も平等にね攻撃をするといいですね。そういう関数に使えるわけです。はい。で、メイン関数ですね、プレイヤーもさっきのねキャラクターのステータスの構造体で用意しています。で名前が勇者ですね。で、ヒットポイントが10で攻撃力が2で守備力が1で最初持ち金は0だよという形になってます。で、名前のところですけども、さっきの時言えばよかった、ごめんなさい。13バイト用意しています。で、文字列入れますので、一番後ろにね、ヌル記号ですね、終端記号が加わりますので、実質12文字の半角文字がね、使えます。で、これ、全角文字、ユニコード使ってますので、1文字3バイト使います。だから、12バイトってことは、4文字の名前、4文字の全角文字やったら、ぴったり収まります。ですのでね、名前は全角4文字で作るようにしてください。で、ここのスペースは、だからね、実は全角スペース入れてます。半角じゃありません。見た目違いわからんわなって感じですけども、これだから全角文字が4つ分っていうプログラムになってますんでね、気をつけてください。で、モンスター、実際戦う相手の情報を入れる構造体ですね、変数も用意してます。まだだから相手が何か決まってませんので値はね代入してません。で、敵のここに後ろに出てきますけどね、誰と戦うかを入れるのがこのナンバーという整数型の変数です。でゲームなんでね乱数使います。乱数初期化しておきます。で、戦闘開始ということで、プレイヤーのヒットポイントがあればずっと繰り返す、永遠に戦い続ける感じですね。逆に言うとヒットポイントが0以下になったらね死んじゃったようでこのループ終わっちゃうよという、そんな仕組みです。で、敵を選択します。今2人しか用意してませんね。スライムとラスボスになっちゃってますので、2で割った余り0か1かですね。それでナンバーが決まります。敵の数増やしたらねここ増やす必要があります。そう考えると本当はここに2って書くよりもね、敵のデータベース作ってたさっきの配列変数のところでね、定数を用意してね、そこで数字が分かるように変えれるようにねするのが綺麗なプログラムです。でこれでナンバーが決まるとね、敵情報をコピーします。ここももうめんどく、代入しま、値変化、なんだろう、ポインターの部分はね変更しませんので、もうイコールでね代入しちゃってます。で、モンスターデータのナンバー0か1かをね取ってくると。で、ポインターの部分はね、イコールでいけませんので、そこだけ別コピーしてますね。ストリングコピー。で、名前ですね。名前はこれでコピー取ってます。で、メッセージ。モンスターネームが現れたと。画面に表示させると。で、戦闘開始。で、場合によったらね、相手から開始とかね、いろいろあります。とか相手はこちらに気づいていないとかねあったりしますけども、まあもうここは面倒なんでね、勇者のターンから必ず始めるプログラムにしています。で、true、これ先ほど define で1と入れてましたけども、まあ無限ループでねここはやっています。どっちかが死ぬまでずっと繰り返すという形です。で本当やったらねこの勇者のターンのところでねコマンドの選択があってね、戦う、魔法、道具、逃げるみたいなのが出てくると思いますが、まあそれは皆さん作ってください。ここはもう戦うを選択した形になってます。で、そうすると、
さっきのねアタック関数ですね、プレイヤーの攻撃力とねモンスターのディフェンス守備力で、プレイヤーの名前とモンスターの名前でね呼び出します。でモンスターのヒットポイントは、アタックの分だけ引くよと、モンスター .hp イコールモンスター .hp 引くこのアタックという形でね、相手のヒットポイントを減らしています。でもしねモンスターのヒットポイントが0よりちっちゃくなったら、0も含みますね、0になったら、なんたらを倒したよと、なんたらゴールドを見つけたよというのを表示して、プレイヤーのねゴールドですね、お金が、相手のモンスターのお金の分だけ増える形になって、この戦闘の部分ブレイクします、終わります、抜け出ます。で、まだモンスターのねヒットポイントが残ってた場合ですね、敵のターンになります。でこっちももうおバカさんですね、ずっと戦ってくるっていうね動きになってます。で今度はさっきと逆ですね、プレイヤーのヒットポイントがね、モンスターのオフェンスからプレイヤーのディフェンス引いた分、攻撃を食らっちゃうよという形です。で、プレイヤーのヒットポイントがね負になったら同じくで倒されてしまったと、これはもうこっちでね終わりですね。このまま終わるとさっきの元々のワイルも抜けてね、プログラム終わりますし、モンスター倒した場合はねブレイクで抜けた後にもう一回元のねループですね、このプレイヤーのヒットポイントが正であったらここのループにね帰ってきて、また次の敵が出てくるという形になります。まあ、これもね、戦うこの、勇者の戦うとね敵のターンほぼ似たようなプログラムなんで、実はここもまとめようもとはまとめられるんですけども、まあ、今は2つね別で用意しています。はい、ここまでね理解できたでしょうか。でだいぶ手を抜いたね戦闘シーンになっちゃってますので、これをねもっといいようにね作り変えてくださいっていうのがこの課題11の号です。今のプログラムを変更してゲームの面白さを増やしていってください。でまあいろんな増やし方あると思います。まあ、まずは私からの提案としてね以下の変更してくださいってことで6つ挙げてます。できるとこまでで結構です。全部出来上がらなくてもね、いいのでね、できたプログラムを提出してください。だから、この6つの項目ね、1個ずつ提出する必要性はありません。全部できた、例えば4までしかできなかったらね、その段階で4までできたよ、言ってそれを出してくれれば結構です。で、まず1つ目ですね、敵の種類を増やしましょう。今、スライムとラスボスだけですよね。間をもっとね、増やす必要性があります。で宣言部分を増やすのと乱数のところですね、今0か1かしかね作ってませんので、これを増やす必要性もあります。で、まあ間にねどんな敵を用意するかですね。今のこのゲームじゃねラスボス出たら終わっちゃいます。ゲームバランスむちゃくちゃ悪いですよね。じゃあゲームバランス良くするにはどんな敵を間に挟んだらいいかってところもねぜひ考えてください。で、2つ目、ステータスにレベルっていう項目をね、増やしてみてください。これ、勇者よくよく見たらレベルありませんね。頑張って戦ってもレベルが上がらないっていう、ずっと戦えっていうゲームになっちゃってますけども、レベルをね、作ってみてください。で、現れる敵はね、ユーザーのレベル、まあ、プラス1以下のレベルの敵だけに限定するみたいにね、制限してやると、いきなりむちゃくちゃ強い敵が出てこないようになります。だからちょうどいい相手ばっかり出てくるようなね、ゲームがこれで作れるようになると思います。で、そうか、ここには書いてません。本当はこれにね、だからあと経験値ですね、の項目も追加してね、勝ったら経験値が増えてレベルが上がっていくよ、みたいなね、形にする必要があります。今のままだとレベルが上がりませんね。ですので、そういうのも。項目考えてみてください。で戦闘が終わったらね、今だとダメージ受けたまんまで終わっちゃいますのでね、ヒットポイント回復させてみてください。でまあその時にね先ほど2番のね敵のレベルの数字使うともっと面白いですね。強い敵倒したらいっぱい回復してね、弱い敵だったらちまっと回復するとかね、そういう工夫もしてみてください。で、4番攻撃のところですね、アタックの関数のところですけども、もう定数になっちゃってますよね、今の戦いだと。これってもう勝ち負けがね決まっちゃってますので、つまんないです。乱数の要素をね追加してみてください。
で例えばね、先ほどの攻撃力で乱数をね生成させて0からその数字までのどれかになるよと。これだったらね、ミスするときもあればなんか10ぐらいで終わっちゃうときもあれば100ぐらいの攻撃になっちゃう場合もあるという感じでね、あのゲーム性が出てくると思います。で他にはね、あのこの手の RPG で、まあ、特にドラクエでねよくありますけども、会心の一撃とかね痛恨の一撃なんてのがありますよね。あれ、まあ、ゲームにもよりますけども、あのディフェンス力を無視して攻撃しちゃうなんていうね、そんな計算だったりもします。まあ、ここではね、攻撃力2倍にしてみましょう。で、まあそんな乱発したら嫌ですのでね、低い確率 10% ぐらいがいいんかな。乱数でね、0から9発生させてね、それが0だったら会心の一撃とかね、まあ0から100とかでもいいですけどもね、なんか 10% ぐらい、これもあのぜひね調整しながら、あのいい数字を探してほしいですね。ゲームバランスでそういうところにも生きてきますので、こっちから指定するよりもね、なんか自分の思った数字の確率でね、あの発生するようにしてみてください。ちなみにこれアタックの計算はね、相手への攻撃だけじゃなくて相手から自分への攻撃にもね使われてますので、これあの乱発するようにしちゃうとね、会心の一撃だけじゃなくて相手からこっちへの通行の一撃もね、あの倍増してしまいます。うまいことね調整するようにねしてみてください。で、5番目ですね。先ほどステータスのとこでねコメントアウトしてましたけども、ヒットポイントだけじゃなくてね、マジックポイントなんて項目をね作ってみてください。で戦闘の時にね、あの今は戦う一択ですけども、攻撃するかねマジックポイント使う、まあここでは回復なんかが面白そうですね、回復魔法のどちらかをね、選べるようにしてみてください。で回復魔法を選んだ時はねマジックポイントが減って、その分なんかヒットポイントが増えるよという形を取ると面白いですね。でこれもどんだけ増やすかはね各自で調整してください。いきなり全開になるのがいいのかね、それともあのちまちま増えるのがいいのかね、そういうところです。で、6番目、これちょっとなかなか難しいかもしれませんね。敵の構造体ね、今モンスター1体しか出てきませんけどもね、これ配列変数に変更すると複数の敵との戦いっていうのがね考えれるようになります。でさらにそれのね、出現数を1から3まで乱数とかにするとね、1体しか出なかった時とか3体来ちゃった時とかね、そんなんができるようになります。まあ、こんなんやりだす今度はね味方の方も複数人欲しいな、パーティーにしたいななんていう、野望がね出てくると思いますが、一応私からの提案はねこの1から6までです。でこれ以外でもね、いろんな変更を考えられます。今言ったみたいに、ね、パーティー制、味方側もパーティーしちゃうとかね、逃げるとか、あの防御するかな、あの守るとかね、そんな選択肢があってもね面白いと思います。まあ、そういうのをねいろいろと追加して自分でゲームを作ってみてください。で奴隷の項目にしてもそうなんですけども、それのね調整ってすごい重要です。適当にやるとね、ほんまにあのクソゲーになっちゃってね、すぐ死んじゃうとかね、あの全然死ななくて何なんかつまんないよというゲームになったりしますのでね、面白いゲームになるようにね調整してみてください。はい、これがね、今回の課題11の5です。結構量が多くてね、申し訳ないですが、特にこの11の5は面白いと思うのでね、ぜひぜひあのいろんなことに取り組んでください。